の演奏をお楽しみください。はじめて
メリカ映画血と砂で使用されました。でその後戦争の悲惨さを描いた1952年のフランス映画禁じられた遊びの、主題曲としてギタリストのナルシソ・イエベスが演奏したことで世界的に広く知られるようになりました。そして2曲目はタリアさんの曲グラオクタ、それでは、以上2曲を続けて演奏いたします。
ね。